のにゃんさんのこと書いてるのいいねする、にゃん推しの熊田さん、え、そう、あのトミーさんのストーリー見てたらさ、あのそうアイナさんのストーリー上げてるから、そうだよねそうだよねと思っていいねしてる、そう共感してる、推しだか推しなのね。そらさんお疲れ様でありがとうございます。メイこんばん、くまちゃんこんばん、くまちゃんです。コペロちゃん、くまちゃんこんばん、ペロペロで、ヤッホー元気でしょかい。なのでちょっと配信をしていきます。配信みんな始めちゃった、なんかちょっとね、みんなかぶってる中も来てくれてありがとうございました。でも今からくまくまさんはあの金魚すくいをするので、金魚すくいをするからね。トークありがとうねってめっちゃ楽しかったって、こちらこそトークありがとうございました。いっぱい聞いてくれてありがとう、お話できて嬉しかったよ。とりあえずこれめっちゃ時間かかるらしいから開けるわ。こっちをつけたら多分大丈夫。あ、ハサミ必要って書いてあったのに、ハサミ持ってくの忘れた。あれ見えない、こうしたら見える。あ、やばい、痛い痛い痛い、ここだったら見えるか。そしてで、なんか斜めってる？気のせい？安定のオタク話に追い上がりましたね。間違いないですね。どうやってやんの？チキンの部屋からさん、こんばんくまちゃん。こんばんくまちゃんです。金魚意外とちっちゃい。見て、ほらあんまり思ったより大きくない。これハサミで切るって書いてあったんだよね。ハサミを持ってくるね。ハサミを持ってきますね。ハサミ。ハサミはあったあった。ハサミとハサミ、寝袋。よし。よし、こんばんくまちゃん。こんばんくまちゃんです。あとありがとうございます。ハサミでどこまで切り取るの？え？これどういう形？こういうことか。え？むずい。難しい形してるよ。難しい形してるの。どうやって切んのこれ。わからんよ。あ、そういうこと。こうでいいのかな。あ、絶対にこうか。ちゃんとさ、え？こういうことですね。こういうことですね。切れた切れた。これとこれとこれ。3つになった。あ、ここも切るのか。ここも切るみたいです。そしたらお魚を作ろう。トレーの音符の横にある線まで水を入れます。トレー？トレーってどれ？これか。目の線まで水を入れます。ここに青色のお魚の素を入れて混ぜたら型に入れよう。そういうことですね。これをまず愛で金魚をすくう。金魚すくえる？愛で。あ、ここまでする入れて、あ、ちょっと待って、絶対に入れすぎた、よくないよね。許容範囲？これは許容範囲ですか？意外と多いか。あきさんこんばんは。こう、はい、
今日ワンちゃん見たよ。今日はトイプードルを見た。ちょっとやっぱでもワンちゃん可愛いなってなってる。ね、犬派になりそう。麦ちゃんに会いたい。オイルの素を入れて混ぜたら型に入れよう。固めるの？え、そう、固める、固めますよ。固めるんです。なんかゼリーみたいになってるらしい。中に入れて、これを混ぜていく。混ぜたら、混ぜたら型に入れようって書いてあるよ。待って。きれい。綺麗な青。これを型に入れていくわけね。綺麗に入れるかな。で、シダコさんありがとうございます。カメはさ、オレンジかさ青かって言われたらどっちの色だと思う？え、これちょっとちゃんとした方がいい？よいしょ。よいしょ。おお。いただき、整え。食べ物の色じゃないねって。確かに青い食べ物ってないもんな。ブルーハワイ、かき氷のさブルーハワイぐらい。おお、青かなって思ってたから青に入れたら、え、かわいい、見て、かわちいです、かわちい。写真撮りたかったけど携帯使っちゃった。あ、でもちっちゃいカメもいるから、ちっちゃいカメは後でにしよう。これをして、あ、入れすぎちゃった、すぎちゃったので写す、写す。あ、ミスってる、ミスってる。まあいいか。こうして、これをでもさ取り出さなきゃいけないの？上手に取り出せるんかな、これ。用事で入れてるのって。なんかね、用事じゃなくてね、スプーンついてたね、スプーンで入れてる。あ、なんか上手に入らなかった。やばいやばい、大変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 。うん、固まり始めてる、やばいやばいやばいよ、固まり始めてる。スプーンね、そう、ついてたスプーンで入れてる。なんかそんな感じで書いてあったから入れてる。どうどうどう。おお、こっちから見た方が分かりやすい。これで今度同じオレンジ色を作っていくんだって。こうやって一回流した方がいい？いいか。
割とのじん時間との戦い、そう時間との戦いでした。こんくらいかな。入れすぎた。そうさん、フルキャありがとうございました。オッケー。これね、今度はえこれさ、余りそうじゃない？オレンジを入れていくよ。今度はオレンジ色です。じゃん、おお、明太子色みたい。早くしないとさ、どんどん固まっていっちゃうので急いで入れていく。シャイって入れていく。リアル金魚すくいは得意？リアル金魚すくいはあんまししたことないけど、そんなにね、なんかできたことない記憶。足りないや。あ、入れすぎた入れすぎた。繋がっちゃう。まあでも。え、これ変かな。ちょっとだけさ、上にこうやって足りないの入れといたら、これでオッケー。え、きれいきれいきれい。一点できたよ。じゃんじゃん。これで10分待つ。10分待つって書いてある。これで10分待ちます。そしたらその間にポイの準備をしよう。点線に沿って取ろう。内側も取るよって。一回これを取る。これを取るらしい。どうやって取んの？あ、すごい、切り取り線になってる。取って今度中も取って、止めで分からない。これがポイらしい。お、見やすい。思った以上に細かな作業ね。え、そう、意外と意外と金魚すくいやから、やっぱトレーンのトレー保身の横にある線まで水を入れます。そこに膜の素を入れてよく混ぜよう。で、これ保身これだ。横にある線まで水を入れます。横にある線です。クリリン、こんばん、くまちゃん、こんばん、くまちゃんです。しんじさんもこんばん、わーって、こんばん、くまちゃんです。今金魚すくいの準備をしてます。水を入れて、水を入れました。あ、そうそうそう、見て、今金魚作ってる。これ固めてる今。だからその間に違うのをしてるってわけ。これを何を入れるって言った？膜の素。あ、違う、あ、膜の素や。膜の素を入れるらし
さん流れ星とハートありがとうございます。おお、白い粉を混ぜてます。それが膜の元になるらしい。ラムネみたいな匂いするよ。どこまで溶かしたらいいんだ。ここまで来たら、おお、いい感じかも。こんな感じにして、その後が四角トレーの半分くらいまで水を入れます。そこに固める素を入れて混ぜよう。だって、あ、これがほい、これさ、折るってこと？あ、なるほどね、そういうことですね。どういうこと？あ、こうだこうだ、こうらしい、こうじゃなくてこうやってなるらしい。折れるんだって、こうやって折るんだって。作業しながら片付けない、えらい？ありがとうです、やった。固める元を入れ、武士さんなるまさん、ありがとうございます。入れて、水入れてない、逆でもいい、逆でもいいよね。うん、あ、でもこうしたらさ、水の量がおかしくなるのか。まあいっか、ポイっぽくなった。どこまで水を入れるって言った？半分くらいまで水を入れました。半分くらいまで、こんくらいでしょう、多分多分。ケンジさん花火ありがとうございました。クリニーも花火ありがとうございました。あ、ダマになっちゃった、後から入れたからかな。こっちは黄色いやつです。なんかあれ、なんかのさ、なんか飲み物のさ匂いがする。なんだろうこれ、オロナミン C みたいな、なんかそんな感じの香りがするよ。油こぼしそうになった今。よし、で、ホイル膜を作ろう。ティッシュが必要らしい。ティッシュ持ってくる。ティッシュ、ティッシュ。ティッシュを持ってきます。よいしょ。ティッシュ、ティッシュ。自由研究を思い出す。自由研究みたい？確かに。今日本屋さん行ったらいっぱいまだ自由研究のやつ売ってた。ポイの膜を作ろう。膜を張ろう。ゆっくり上げよう。膜が張ってよう。膜、ん？膜を固めよう。ゆっくり沈めよう。高さが変えられるよ。一回膜を作ってみる。一瞬飲むのかと思った。飲めなくはないよね。なんかだってエナジードリンクじゃないけど、そんなね、あのね、そう、そんな、そんなね匂いがする。何？
て、とりあえずとりあえずこれをここにつけるらしい。こうやってつけて、膜は食べられない、食べられないんかな。で膜が、あ、すごい、膜が張ったの見える？あ、これで見える？反射した。あ、やばい。これをこうしたら、したらここに固めるらしい。でこれは30秒初心者、20秒名人、15秒達人らしい。一回30秒して何秒やったか分かんなくなっちゃった。ちょっと待って、あった、すごい、見えた、え、見えた、すごいね。え、そうそうそう、でさすがに30秒ぐらい経った。おお、すごいっていうらしいで、これをさ、どうする、どうするの次は。一回さ、ここに固めとこう。あ、固めしたら、でも固めすぎたらさ、あの、破れなくなっちゃう、もしかして。そろそろ多分10分経つ。四角トレーの固める、本当に秒と角の硬さを変えられるよう金魚すくいをしよう。スプーンの角で取って、お魚トレーの横の湯煎まで水を入れます。その中でスプーンでお魚ゼリーをトレーの肩から取り外します。で、すくうらしい。なるほど、なるほどですね。これを、これに水を入れるって書いてあった。水を入れる、コンビニとかで、ね、ヨーグルト買ったらついてくるスプーンみたい。あのさ、折るやつでしょ、折るやつ、折るやつで、これを取るらしい。おお、びっくりしたえ、これさ、みんな取れる瞬間見てほしい。取れる瞬間見てて、ここやったら分かりやすい。いくよ、シュッ。え、取れた取れた、ちょっと見えなかった。これほら、あ、あ、どうしたらいい。え、シュンって取れんの、すごいよ、面白い。これこれ、え、これをどうしたらいいんだ。あ、ここ、ほい、あ、あんま、シュッ、あんま見えない、取れない。おお、ほらはるかさん、こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。膜破れなきと金魚すくいの醍醐味が、え、ね、それは今思って、え、すごいすごいすごい、ほら、あれ、おお、ちょっと取って、あっ、あ、おお、すごいすごいすごい。でもみんなとさ、あの、戻っていっちゃう、自分のお家に。オッケー、できたできたできた、見て、ほらほら、いいやつ、泳いでるみたいでしょ、泳いでる泳いでる、金魚が今泳ぎ始めました、うんって感じ。え、これを金魚すくいを星のトレーに集めよう。あ、この中に集めるわけですね。で、いくよ、金魚すくいをこっからするわけ待って、
そういうこと。星のトレイってどれだっけ、わかんない。ああねえねえねえ、使っちゃった使っちゃった、最悪最悪。救出、これが星ん、これ星だっけ、星ですわ。これをこうやってすくっすくっ、お見て乗ってる乗ってる、しゅして、えもう一回もう一回こうして、つけすぎて全然破れないかもしれない。ほら、すごくない？ちゃんと金魚すくい。え、でしょ？え、これさ、あのちょっとやっぱさ、あ、垂らしちゃったん。これ一回さ、あのさ、破いていい？破いて、もう一回やる。おお、あれマクどっか行った、すごい。それでもう一回あのちょっと柔らかめでいくわ、次はマクの硬さを。あ、それでここにつけて、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、これが達人、達人のやつ、達人の柔らかさの金魚すくい。いくよ。あ、取れる。取れたわ、全然取れました。これをいっぱい あの集めて、最後は、あ、また取れ、またね、使っちゃった使っちゃった、最悪最悪。 OKOKOK、 これをいっぱい繰り返して、こっちにこっちにあの移して、金魚をね、金魚を移して、あのゼリー、この水槽のゼリーを作るらしいです。そう、たとし、こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。昔お祭りとかの屋台では取れた記憶ないな、あれね、むずいよな。だけどこれは取れちゃいます。取れるんかい。え、取れた。あ、またこぼした、最悪やだ、嫌です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 。あ、またまたあれしちゃった、もう何回繰り返すんだろう、このさ、ここに入れちゃうやつ、何回も繰り返してる。時間退散、一回退散です。すごい、シハート、ありがとうございます。楽しいね、みんなも楽しい、見てるら、え、やりたくなったでしょ、きっと。こうやってこうやって入れて、変な付き方した、こうやって入れて、グラシ、あ、でも見て、なんかさ、スプーンみたいな形になったる、ちゃんとちゃんとスプーンみたいなになってる、金魚が乗ってる、こうやって入れて、カラフル、
あ、でも見て、破れそう破れそう、ほらほら形が変なになってきた、溶けてるっていうか、なんか破れかかってるさ、あの虫取り網みたいになった。あ、見て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 、すごいバスケットゴール、あ破れました。あ、またこぼした、最悪最悪すぎ。これを一回取るらしい、こうやって破れた、とうとう破れました。これをこうやってやって、やってもう一回作るよ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 OK、 もう一回いけます。あれ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 、おお達人級になれるわ。クリオネちゃんみ、クリオネみたいな金魚いる。これなんか金魚っていうよりクリオネみたいな形してる。ほらいい感じ。もう一回さ、戻したい。これ、こうやって、あ、え、え、すごいよ。え、見て、面白い。え、これさ、あのさ、ここでこうやって膜あるじゃんか。で、取ったやつをこうやってね、すくうのよ。こうやってすくうのよ。でもね、すくってね、すくえなくてね、またね、膜ができるの。面白い。すごい。理科の実験をしているみたいです。ほらほら、こうやってね、こうやってやってね、こうやってやるけどね、すくえないの。面白いね。あ、ヒロ様、金魚ありがとうございます。その金魚もじゃあすくうね。金魚、え、すごい。じゃあもう一回もう戻せないってこと、この人たち。戻したい。面白いですわ、これはこれはこれは。あっちゃ、ちょっと一回こうやってここからよいしょ、一回戻して中になるね。うん、これは楽しいのでみんなもやってみてください。金魚すくい、すくって金魚、あ、なんかもう崩れ出してる、崩れ出してるからこの辺にして、ちょっとあれ作ったら一人に乗せるわ。こんな感じでした。え、金魚すくい楽しい、楽しいのでみんなもやってみてください。ということで見てくれてありがとうございました。へい、いい感じ、念願の1ヶ月ぐらい探したすくって金魚ちゃん、やったね。あ、危ね、みんなと一緒にできて嬉しいでした。見てくれてありがとうございました。ではでは、ランキングを見ます。スーパーで売ってるかなって、すくって金魚、え、売ってる売ってる、スーパーで買いました。あのコンビニにもあったけど、コンビニもコンビニは本当に1店舗しかなかった。スーパーに行くのが確実です。なのでみんなもスーパーでゲットしてみてください。
ということでランキングを読みます。中3位ゆうと、ありがとうございます。久々にお名前読めた。12位トミーさん、ありがとうございます。11位ヒロさん、ありがとうございます。10位は月の部屋からさん、ありがとうございます。9位タカピロちゃん、ありがとうございます。ありゃ金魚が飛んできたよ。ヒロ様、金魚ありがとうございます。8位メイ、ありがとうございます。7位ハルカさん、ありがとうございます。6位ソロさん、ありがとうございます。小泉さん、ありがとうございます。4位はクリリン、ありがとうございます。3位シンジさん、ありがとうございます。2位ブシーさん、ありがとうございます。そして1位がテッシーです。ということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。金魚すくい念願できて嬉しかったです。ということで今日で8月がね終わるんですけれども、9月もよろしくお願いします。で、シャドありがとうございました。さあ、マーガちゃん、アリジありがとう、おやすみ、またね、大好き、ありがとう。スクマちゃん、ありがとう、おやすみね。で、皆さんありがとうございました。ではでは、またね、ありがとう、おやすみなさい。